どうも、ディーコラです。はい、先週に引き続き、グさん。はい。はい、先週の動画はかなり好評だったので。いや、とてもありがたいです。はい、僕らも楽しみにしながら。今日は何日だよ。はい。はい、よろしくお願いします。はい、ではミムさんに質問です。はい、はい、この中のどれがイエローベースで、うん、どれがブルーベースでしょうか。はい、おさらいですね。それはおさらいです。これと、はい、これがいいお硬いですか。いや、これでしょう。はい、正解です。これちょっと並べてみるとよくわかるかなって思うんですけど、うん、はい、こちら2つがイエローベース、ちょっと黄色っぽい色してますね。うんうん、そうですね。はい、で、はい、こちら2つがブルーベースで、ちょっと青っぽい色してるのがわかるかなと思います。今回は、うん、このイエローベースとブルーベース、さらにもうちょっと詳しく分類できるっていうことで、うん、はい、そのお話をしていきます。はい、はい、まずこちらの色ですね、見てもらうと、うん、やっぱ色違うのはわかると思うんですけど、うん、そうですね。はい、この違いっていうのが、はい、こちらが清い色って書いて青色で、こちらの方が濁った色って書いて濁色って呼ばれる色になります。はい、なるほど。はい、で、まずこの濁色っていうのが、うん、黒と白の両方グレーですね、うんうん、が混じったような色で、はいはい、なるほど。うん、やっぱこういうちょっと濁り感がある、うんうんうん、色になるんですけれども、はいはい、こちらの青色っていうのが黒だけだったりとか、はい、あと白だけだったりとか、はい、うん、あとは何も混じってないような色、うん、こうちょっと透明感があるような色が、はい、青色っていうふうに言われてます。はい、はい、こちらも、見てもらうと、こっち青色で、こちらの方が濁色になるんですけれども、そうなんですね。はい、ちょっと分かりにくいかな。なんか、うん、一見こっちの色、うん、のはい、なんか青色っぽい、青色っぽいかなっていう、うん、そう見える理由として、はい、こちら、青色なんですけれども、うん、黒だけがちょっと混じったような色、赤に黒だけを混ぜたような色なので、はいはい、黒っぽい色、うん、はい、見えると思う。そうですね。そう、なのでちょっとパッて見るとあれ一瞬濁色かなと思うかもしれないですけど、うんうん、実はこれ白は混じっていないので、あ、はい、こちら暗青色っていう色になります。はいはい、うん、はい、で逆に白だけを混ぜた場合は明青色、明るい、あ、そうです、はい、明るい青色、明るく清い色ってことですね。あ、そうです、そうです、はい、っていう風になります。ちょっとこちらの2つちょっと、はい、見分けにくいかなと思うので、うん、そうですね、ちょっと、はい、ちょっと他の色でも見てみましょうか。うんうん、はい、はい、お願いします。はい、はい、ではちょっと分かりやすいような、うんうん、色をちょっと持ってきました。はい、ピンクとブルーなんですけれども、うんうん、じゃあこれをミムさんに、はい、どれが青色で、うん、どれが濁色なのかをちょっと、はい、はい、これパッと見はなんかあれじゃないかなっていうの分かりますけど、さっきの言葉あるんですね。そうなんですよね、うん、僕の髪は分かるんですよ、うん、で、まあ、ピンクはこっちが青色ですよね、これは。はい、そうです。ですよね。はい、正解です。うん、で、はい、じゃあこちらはそっちなんですよね。第一印象大事です。じゃあこれで正解。あ、正解。はい、正解で簡単だな。この2枚が濁色、うん、ちょっと少しグレーが混じったようなっていうのが分かりますね。はい、はい、で、ミムさんの持ってるこっちが青色。こちら先ほどお話しした、うん、青色と濁色、もっと分かりやすいものを持ってきました。はい、はい、はい、先ほど青色でも、はい、明青色と暗青色があるという話をしましたけれども、はいはい、このこちらの白っぽいやつですね、はい、これが紫に白だけを混ぜたような色が、はい、明青色、明青色、はい、そうの紫ですね。はいはい、で、真ん中のこちら、はい、これですね。はい、これちょっと濁ったような色の紫、はいはい、うん、なの、うん、はい、ありますかね。濁ってますね。はい、うん、これがグレーですね。黒と白の両方、うんうん、グレーを混ぜたような色の濁色の紫、はい、こちらが、はい、紫にちょっと黒を混ぜたような、うん、ちょっと暗い色の、はい、暗青色の紫、はい、そうです、うん、でこれが、まあ、コーディネートにも影響というか、そうですね、うん、この濁ってるかどうかですね、うんうん、っていうのもやっぱりコーディネートの印象に、うん、はい、ちょっと関わってくる、はい、でこういう澄んだ色ですね、はい、こういう色はすっきりと見せることができます、はい、うん、はい、クリアな色なので、うん、はい、印象もこうすっきりして見えます、はいはい、で一方でこういう濁った色ですね、うん、こういう色はちょっと落ち着いた印象、うん、あ、うん、
なるほど、はい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 、ただあの青色であってもこういう、はい、暗い色もちょっと、うん、あの落ち着いた印象に見える、うん、っていうのもあるので、うん、一概に青色だから全てがアクティブに見えるとか、うんうん、っていうわけではないんですけ ど、うん、なるほど、ただでもこう落ち着いた色であっても、うん、こっちの方がやっぱりすっきりして見える、うんうん、っていう、そうですね、そういう違いがあるので、うん、はい、はい、よかったらあのその日の気分でコーディネート、今日ちょっと大人っぽく落ち着いて印象に見せたいなっていう時はちょっと暗めに、うんうん、色にしてみるとか、なるほど、色にしてあのファッションに取り入れてみるのも面白いかなと思うので、うん、はい、はいはい、あのトレンドのスモーキーカラーはこれになります、ね、はい、そうですね、うん、はい、ちょっと濁った色というか、そうです、そうです、なるほど、はい、濁った色を今トレンドなので、うん、はい、本当にちょっと同じような色でもちょっと違うだけで印象って変わってくるので、はい、よかったらいろいろ試してみてください。はい、はい、はい、次回は色の明るさについてちょっとお話ししていこうかなと思うので、はい、はい、ぜひお楽しみに、はい、はい、ください。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。これはメッセージ。なんか日記言ってますか。僕のように僕のような明るく清い。ああ、ミモはあの暗くて清い、なんか濁ってる。濁ってる。これこれ。まあまあでもあのバランスが取れてる。陰と陽が合ったのが。まああのその話は置いといて。はい。まあ、どこカットやな。カットですか。話の腰を。Yeah.